あなたは見えないものを信じることができるだろうか。この放送は曇りのち晴れ、検証会から日蓮召集と、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さん、こんにちは。あなたの知らない世界のお時間がやってきました。今日はですね、私と、鈴木さんと宇津将軍さん、この3人ですね、本日はよろしく お願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、それ、はい、めっちゃ蒸してますね、最近ね。なんでそんな、あの、トーンが低いんですよね。はい、まあ、あの、あなたの知らない世界とか、まあ、あの、恐怖体験、恐怖体験っていうことで、あの、まあ、僕はあのすごくあの霊感が弱いんですけれども、あの僕 あの後輩がですね、結構あの怖い思いをしたってことを聞いてですね、ちょっとあのこのチャンネルでご紹介したいと思って、まあ一応あの、まあ日蓮召集の見解として、あのまああの質問回収っていう大草高等の本ですね、これで見させてもらったんですけども、まあ幽霊っていうのは基本的にまあその生命力の弱い人が見てしまうなみたいな、まあ、実際はいないという見解で終わっているんですけども、はい、まあ、あれだよね、ゆちさん、日蓮召集の見解というか、うん、日蓮召集信徒の僕らの見解だねっていうところだよね。あ、まあそうですね、はい、そういうところでね、はい、うん、これについてうちさん どうでしょうか。はい、まあ生命力が弱いから見えるのは確かなんですけど、まあ、はい、要はいないと見えないので、いるっていうことは確かですね。それは生命力が弱い、その生殖界っていう自分の人間の心の中の地獄界、まあ自分が例えば死にたいとか、もうちょっと生きてしんどいって思ってる時こそ、そういうものがすごくよく見える。まあ官能動向っていうんですけど、その自分の心とその地獄のその要は苦しんでいる人がリンクしてしまう、つながってしまうと、うわ、出たってなる。ああ、なるほどね。自分の心が弱いとよく見えるように、まあ、たまにはあるんですよね、人間だからもう、今日しんどいなって人もあると思うんですけど、そういうのがずっと続いて、長い間続いてしまうとよく見えるようになってしまう。で、ちゃんと吻行をして、昔から言うのよく霊感強いっていうのは見えてしまう、うん、いっぱい見えてしまうけれど、日蓮召集やってたら霊感なくなった人がたくさんいるんです、うん、で、あ、見えなくなっちゃうよっていうのはそういうことなん、うん、聞いたことはだからちゃんと心身が強くなったら見えなくなってしまう。ただこう、ね、この日蓮上人はもうすごい故郷が高い方なんですけれども、うん、10回全てを共同する立場のご承認であるようで見えると、うん、そういう方が本山にも来てるって言うんですよね。ただ一般の人は分かんないよって言うんです、幽霊かどうか、うん、でもそういう方も共同しなきゃいけないから日蓮上人でも見えるというふうにことを昔伺いました。ほう、ありがとうございます。ちなみにそのヤッチさんのその体験っていうのは、うん、あの詳しく言うとどんな体験だったんですか？あ、僕はですね、自分の学校の後輩が体験した話なんですけれども、はいはい、まあここからはあれなんで、ちょっとあの心理強情な北極光一さんがもし見てるのであればちょっと控えていただきたいんですけれども、あの千葉県のですね、茂原かな立山か、ちょっとどっちか覚えてないんですけど、千葉県にですねホテル活魚っていう名前のですね、はい、あのラ
ブホテル か, なんか鮮魚屋さんかちょっと分かんないんですけど、おそらくまあラブホテルだったと思うんですが、そこの心霊スポット結構有名なところなんですけども、そこに毎週高校生の時は毎年行ってたですよ、僕の後輩が。そこにである日、まあ、これネットにも出てるんですけども、そこで殺人事件が起きまして、男性がですね女性をナンパしたんですけれども、そこにそのままその活業のっていうところに引っ張って、なんかこう心霊スポット一緒に体験しねえかみたいなことを言って、で結局はその乱暴しちゃったんですね。乱暴っていうのはまあもう強姦しちゃったんですけども、その時にその友達のそのやった男の友達の妹だったらしいんです、その女性が。でこれバレちゃうねってなって、あじゃあもうこれ殺すしかないねって言って殺害しちゃったんですけど、電気コードで首を締めたりとかですね、そういう事件があったんですよ。でこの詳しい詳細はネットに載ってあるんですけども、これを僕の後輩がこの事件を見てですね、今年ここ行くってなってやめとかないかってなったらしいんですけども、いや逆に出たらやばくねって言い出して、じゃあ行こうかって言って行ったらしいんですよ。でその時に、まあ、人数は9人で行ったらしいんですけども、そこの現場に行ってですね、まあ去年行った時と風景が変わらなくて、まあ、真っ赤のお部屋と割れてる瓶がいっぱいあったりとかですね、ガラスとかも割れてたりとか、まあ、そういう、まあ、去年と、まあ、ちょっとやっぱり倒壊してる部分もあったんですけども、そんなにこう変化がないかったらしいんですね。で一回回ってじゃあ何もないねってなって、一回また引き返してきて車に乗ったんですけども、そこで、まあ、すぐ帰ればよかったんでしょうけど、その時が確か、時間がまだ12時ぐらいだったんですよ、夜の。で牛蜜時に行ってみるって言われたらしくて、友達に牛蜜って言ったらなんか2時か3時3時でしたっけ、牛蜜ってなんか一番こう幽霊が出る時間にもう一回行ってみるって言ったやつがいて、いやその時間は本当にやばいからやめようってなって、でどうするってもう一回相談したら、いやこれ出たら面白いから行こうってなって、結局行こうとしたんですよ。そしたらその2回目に行ったらですね、中に入ろうとした時にすごい冷たい風がビュービュー吹いたんですよ。でその入り口のところにトタンのドアがあって、そのトタンがガガガガガって動いてですね、これ入るのやめた方が良くないって、なんかやばくないってなって、どうするっつって言って、そしたらみんなすごいビビっちゃって怖くなっちゃったらしくて、なんかこうやばいって思ったんでしょうね、いやこれ本当に入んない方がいいよってなって、入らないで一回ちょっと外から懐中電灯で一回照らしてみようかってなって、一回離れようってなって離れたんですね。そしたら端からこう懐中電灯こう当てていくんですよ。そうしましたらその鉄塔、小さな鉄塔があるんですけども、そこにこう光、こうライトをこうかざした瞬間にですね、その鉄塔の裏からですね、女の子はそのひょこっとふーってこう鉄塔、明かりとライトとともにこう鉄塔のこう鉄塔の裏にこう隠れるのが見えたんですよ。それはみんな見てたわけですか？それ9人いたんですけども、2人がそれ目撃してます。それ以外はみんながまだ後ろ向いてて、後ろ向いててっていうか、まあ、歩いてる最中だったんですよ。で
じゃあ横からちょっと照らしてみるわって言って、その照らした人と、それに反応した人が一人、それが僕の後輩なんですけども、そいつが見たんです。その鉄塔にこう光を当てた時に、こう、女の子がそれと同時にふっと、ファッと隠れて、要は、そう、ライトと同じタイミングで隠れたんです。要は、鉄塔から要ははみ出して見てたんですよ、その人たちのことを。で、ライトで照らされちゃったから、こう、鉄塔の後ろに隠れたみたいな。で、そこ、普通にそこ登れる場所じゃないでしょ、みたいな。明らかにおかしいだろうって。で、要はもう、分かっちゃったんですよね、それ。あ、もうこれはもう人じゃないって分かったんでしょうね。なんでと。はい。それ、そうです。で、それでみんな、うわーってなって、逃げたんです。で、それを見、で、ちょうどやっぱりこう、大人びてない、本当になんか、幼い女の子って感じで、まあ、この事件にあった、女の子じゃないのみたいな。で、僕の後輩はよく心霊スポットとかやっぱ若かったんでよく行ってたらしいんですけども、この事件があってからはもう行かなくなったそうです。怖い。いやー、やっぱそのあれですよね、人がね、亡くなったところ、じゃあ関係はね。やですか。それってさ、なんだろう。僕らは二次元写真を結構なんだけど、はい。まあ霊魂っていうものは存在しないっていうような解釈ではあるんだけど、どうなんですか。そうですね。やっぱだから。
ってもなくなるように祈るしかないって言われました。あのね、僕はね、あの先輩、ある先輩から聞いたんですけど、その先輩はそのご住職と一緒に全国各地回ってたらしいんですけど、でその中でそのどうしてもそのそういう育成の中でね、あの個人を弔いたいという願いに立ってのこう希望で、じゃあ召集の、はい、なんかあの法要をしてもらいましょうっていう時に行ったんだって。でその場所がね、あの多種多門の墓地とかそういうんじゃなくて、なんかね、あの無縁仏みたいなところだったらしいね。あの、俺ちょっとあのその方の話として正確には覚えてないんだけど、確かそういう花関係のあの場所で、でそこにね、その敷地に入ってった時に、その先輩はものすごい気持ち悪くなって頭がガンガン痛くなったんだと。だけどあと御僧侶はその先をたったかたったかこう歩いていく、堂々とこう天井が入っていくわけですよ、うん、はい、入っていくんだけど、自分はそれにくっついてったら、まあこう頭痛くなる、背中がゾクゾクするっていうような体験で、なんか周りにそういうものが一斉にこうブワーってくるような感覚がして、だけど日蓮召集のそのご僧侶がだったかだったかこう入ってって、何もないっていうような振る舞いで行って、で質問の僕たちのあの振る舞いできちんと敬意を取り行って聖殿供養をしてこう出てきて、で最後帰り道にご住職、あそこ自分はすごい具合悪くなったんですけどってお話をした時に、そのご住職はね、うん、なんかいっぱい来たねなんて一言で終わっちゃったなんて話はちらっと聞いたことあるけど、うん、そっから聞くとやっぱあるのかな、そういうのは。だからそのいるっていうのはやっぱりその来たってご僧侶も言われてたようにいっぱいはいるけれど、そこをこうまあ何の自信じゃないですかね、こうあのその先輩の体験談の話でもね、先頭にご住職が立った方だからして、その自分の後ろをついてったんだって。で振り返るにブワーッと来るのを、そのご住職に向かって来るのをバーンと弾かれて自分の方にこうバーンとこう来たっていうようなね、ブワーッとご住職に向かって、なんだおめえはっていうような感じでこう向かってくるのが、結局そこに向かえなくてバーンと弾かれてって、後ろに自分についてくる、自分にこうピヨーンとこう来たような感覚だったかなっていうね。まあそのご本人、その先輩のご本人の主観もいっぱいたくさん入ってるかとは思うんだけど、うん、そんな話を、イメージ的にそういう風なことがあったってことですよね。で、その先輩の話で言うと、やっぱり日蓮召集の ご僧侶っていうのは、はい、やっぱそういう場においてもやっぱり将棋の中で修行を重ねてきたご僧侶っていうのはやっぱ違うんだなっていうふうに思ったっていう感想を、やっぱその先輩は言いたかったと思うんだけども、まあ、そういうことなのかなって僕も解釈したんだけどね。まあ今日の話にあれば照らせれば、そういうものがあるのかなってちょっと思いましたけどね。やっぱないとそういう言い方しないね。そんなもんないよっていうのを表現してるので、やっぱあるからこそそれを、なんかいっぱい来たね、まとわりついてたね、なんていうような感じだったらしいですよ。ポップですね。まあ言い方はでもそのぐらい 軽いものなんですよ。要はその重く捉えてるのが俺たちで、そうそうそう、この住職からさ、なんかいっぱいいたねみたいな、その辺の俺たちからしてみりゃ、その蚊が飛んでくる、ハエが飛んでくるみたいな感覚の物言いだったっていうことはおっしゃってたんですよ。うん、なんかなんかですよ、その先輩その晩もう具合悪くてしょうがなかったんですか。やっぱその気を持ちようって言うんですけど、それって本当のことで、
には気っていうのは感動とその悪いものには言うんじゃねえかな、ちょっと嫌だな、物を楽しいなっていう方が感動に過ごしやすいんですよね。だからこれは何でもないこのことで、いやお前そんなのそんなのねえよっていうか、そのそんなのね一年少女やってなんか大丈夫だよって言われた方があってなるんですけど、でもかなりさ、自分のその活動資料の度合いによってその感じ方、解釈の仕方が変わるってことなのかな。そういう悪しきものがあったとしても、例えばそういう人がさ、なんかあったねーみたいな感じでなってもない顔してるんだけど、俺たちはその自分の僧侶ほどの修行はしてないからね、でもへえってこうなっちゃうと、そういう悪いものに反応して悪くなっちゃうということなのかな。修行が足りないって言い方はちょっとあれですけど、でもこう、そういうふうな怖いと思わないようになろうっていうのが大事なんですよね。やっぱ怖いっていうふうに思うこと、その自粛ってよく言うんですけど、大丈夫だよって、その多種にね戦う時もそうですけど、そういった、ね、ものも要は同じように怖くないよって。思ってるんですけど、やっぱり思うじゃないですか。いやここじゃ怖いかな、今だって無理だよ、そんななんかおっかねえような、なんか変なことしたらそうなるもんね。あるんじゃないですかね。でキャー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 やってたわけですよ。でそうしてるうちに飲み物が足りなくなって、じゃあ買い物に行こうと。で当時は10代後半だからみんなバイクを乗ってたわけです。でバイクで、そこをみんなで行ったんですよね。で俺と、まあ、2台で後ろ乗って4人で行けばこと足りる買い物だったんだけど、僕も一緒に行ったんです。で面白いからって感じで3台でバイクでちょうど坂でバイクで下降りてって結構距離あるんですよね、 700-800m なんだけど、で出ると県道に出るわけです。でその県道に出て1キロぐらい先行ったところにその飲み物やなんかいろんな食べ物とか置いてるお店があって、そこで買い物をして、でその県道から左に駆け上がっていくとその別荘があるっていうところで、その左に曲がるところに、もう潰れちゃった昔のスーパーシャッター降りちゃったところなんだけど、あって、でそこはちょうどねすごい急カーブな県道なんですね。でそこのお店のもう潰れちゃったシャッター閉まってる脇に公衆電話、青い公衆電話、今のじゃほとんど見られないけど、昔の青い公衆電話って打つか分かるかな、年代的に。それが
わかんないでしょ。青い公衆電話って俺たちの時代にあったんですよ。はい、もうね、あれ僕は10代の頃だから、今の年から数えたらもう30年以上前なんだけど、うん、うん、で買いに行く時はね、なんともなかったんですよ。はい。でね、これはね、僕が一人聞いたことではなくって、ちょうど僕が満車が1台川崎の FX ってやつなんだけど、2台、昔の今でいうオールド車ですよ、3台でも行った時は買ってもらかった。で、買い物終わって帰る時に、そこの売店 の, 自あの公衆電話で自動販売機があって、そこでみんなバイクを止めたんです。あの、なんつうのかな、うん、ちょっとここでちょっとコーヒーでも飲んでいこうかっていう感じでね。で、そこで、あの、自動販売機で、あの、缶ジュース缶コーヒーを買って、飲んで、キャッ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 やってたんですよ。この、今の時期ですね。ちょうど今の時期、キャッ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 やってて、あの、僕が最初に気がついたんだけど、ふっと見たら、その、公衆、青い公衆電話の受話器が、ブラーンってぶら下がってたの。あっちゃ。ぶら下がってたの。うん、出るときはそこまで確認はしてないですよ。あの、ちゃんと、あのね、あのガチャンとこう、取っ手にこう、かけてあるもんだと思うのが普通なんだけども、ぶらーんとぶら下がってるから、おかしいねって、俺も、なんでぶら下がってんだろうと思ったわけ。うん、で、それには気がついてたんだけども、みんなでキャー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 、まだ10代終わりの盛りの頃だから、こう騒いで、なんじゃなんじゃ楽しいねっていう感じで、キャッキャーキャッキャーやって言いながらも気にはなっていたんだけど、さあじゃあ、もうそろそろみんな待ってるだろうから、ガチャ乗って帰ろうかっていう時に、僕がね、ちょっと待って、ちょっと待ってって言って、あの公衆電話さ、受話器下がってんだよ。って言いながら、僕はタタカ歩ってて、その受話器を戻そうとしたのね。うん。で、戻そうとして受話器を取った瞬間に、僕も、なんか知らないけど、耳にその受話器当てたんですよ。はい。はい。当てたの？あのね、これベタな怪談話じゃなくて、実話ですから、本当に、本当に、あの、他に、4人いましたからね。その受話器に耳を当てた僕の姿をその4人は見てるんです、うん、で僕は受話器耳に当てたらね、うん、あの、なんて言ったかわかんないけど声が聞こえたんですよ、うん、うん、あの、もう何十年も前だからお前は作ってんじゃないのかと、ね、こう、あの、 YouTube 聞いてる皆さんもこう思われるかもしれないけど、僕はっきり聞いたんです、うん、なんて言ったかわからなかったけど、それはね、女性の声でね、女性の声で聞こえたんです。うん。で、ペンの方でガチャーって切ったんですよ、戻ったんです。うん、様。で、その僕の姿を見て、その4人が、どうしたって言うわけです。うん。僕は、あの、言えなくって、なるわけないじゃないですか。いや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 、なんでもない、行こう行こうって、行こう行こうって言って、僕が単車に乗ってエンジンかけたら、みんな乗り、ね、あの、乗り始めて、うん、じゃあ行こうか、ガーってライトをつけた瞬間、そのカーブ道にね、ライトに照らされた、そのアスファルトの面が、車が事故した時にガラスが散らばった風景ってあるじゃないですか。うん、あれがヘッドライトで照らされた時にピカピカピカーって光るでしょ、うん、ガラスの破片が、うん、あれがパワーッと見えたんですよ。やば、あれがね、パワーッと見て、と思って、と思って、俺がもう追っかけなくなっちゃって、うわーって叫んで、ただただバーッと走らせたんです。はい、他の4人はわけわかんないわけですよ、俺の姿って。はい。なんであいつ行っちゃったよみたいな感じで後ろからこう追っかけてきたんですよね。はい、追っかけてきて、俺はもう気持ち悪くて、もう一目散にその、あの別荘に戻って、で、入って、で、みんながキャッ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 騒いでるんだけど、そこに入って、まあ、僕もそれを何も言わず、
俺だけが見たことだから気のせいかもしれないっていうのもあって何も言わずその輪に加わったんです、はい、それが僕は一人でその単車をね自分の単車 FX を乗ってそれで駆け上がってってで彼らはその僕と一緒に行った4人で2台でタンデムで女の子一人一人ケツに乗ってきてって戻ってくる予定だったんだけどなかなか帰ってこないんですよ。あ時間にして僕が上がってってすぐエンジン彼らもかけて追っかけてきたからすぐ帰ってきても良さそうなんだけどそれから大体時間にして5分ぐらいかなあれなんでまだ来ないのと思っておかしいなと思いながらみんなとキャ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 話してたらパターンってドアを大きな音でその4人がね駆けずり込んできて玄関で腰抜かしてんですよ、はい、女の子が2人は泣いてるんですよ、はい、で男はその頃ねもう僕らの10代後半の僕が乗ってる男性が FX ですから想像にはつくと思うんですけど、はい、大人しい形ではないんですよね。その2人男2人が女の子2人でもないんで、で男2人は玄関で腰抜かして靴も脱げない状態でいるんですよ。靴というかもうビリさんなんだけどビリさんがこう脱げないぐらいにモジモジしてやってるの。でみんなこう出てって玄関でどうしたどうしたって言うわけです。そしたらそのね、男2人が出たっていうわけです。こう俺は大体あこれは実情じゃねえ何かあったと思ってただ言わなかったんだけどでそこで玄関で落ち着くのを待ってで B さん脱いで女の子たちも泣き止むのを待って僕はその時待て、うん、ちょっと待ってってちょっと待ってってもう何かあったと思うからっていうような感じでまとめてじゃあ落ち着いて部屋戻ってから話聞くからさっていうような感じで戻ったんです。でその俺が先に駆け上がった後帰った後何が起こったかっていうとね、僕が単車でバーって逃げるように帰ってきました。でその2人は女の子ケツに乗っけて何あいつどうして慌てて行っちゃったのって買ったお買い物の荷物もこんなにあるのにっていう感じで女の子が2人荷物をこう持って乗ろうとしたんですって、うん、そしたらそのねライトに照らされた道路の向こうからねなんかこう腕振って男の人が走ってくるんだって。ジャージ着たジャージ着たそれもね普通にジョギングしてる姿じゃなくて大きく手を振って淡々とそれもね地べたを蹴ってる走り方じゃなくてスーって来たんだって。でそれは俺は見てないから分かんないんだけど彼らはそう言ったので、びっくりして女の子たちが急に騒ぎ出した。何あれって始まってどう見たってその普通の人がジョギングしてる姿じゃない姿で腕を振って足を上げてタッ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 てスーってこうなんつうの水平移動のようにこっちに向かってくるんだって。 200m ぐらい先から海岸の方からこうね で慌ててこうバイクを走らせて上に駆け上がってきたんだって。女の子たちが後ろを見たんだって。そしたらそのね、うん、そのおじさんだって男性の方が腕を大きく振ってタンタンって、昔さ元気が出るテレビでさカール君っていたでしょ。カール君って競争する人形のビャーッとするやついるじゃない。はいはい、あんな感じ、あんな感じでスーッとこうやって追っかけてくるんだってさ。やば、後ろに乗ってる女の子たちがギャー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 騒いだもんだから運転してるその俺の友達の同級生も後ろ振り向いたって言って、はい、そしたらそのもう後々そのこの話はね僕らの間の中じゃマラソンマンっていうねマラソンマンっていう話としてこう受け
僕らの後輩に、こうね、追っかけてきてね、パンサーに追いつきそうになって、その女の子を掴もうとする姿を、その男二人とも見てるんです。だからその坂道、5、600メーターの坂道なんだけど、もう全開でブワーッ来て、パンサーもね、スタンドかけずにね、ぶっ倒して、4人が4人とも腰抜かせながら玄関になだれ込んできて、俺たちが、どうしたどうしたって言って、てる状態が、つまり俺がなんでこんな遅いんだろうって言って彼がバタバタバタって来た玄関に来たその風景だったのよ。だから実際俺はそのマラソンマンを見てないんだけど、その4人は4人ともそのマラソンマンがまるで昔の元気が出るテレビに出てきたカール君みたいな走り方して追っかけてきて、でその女後ろの女の子を掴もうとしたっていうね姿をね4人とも見てるんです。おー、そうなんですよ。俺もね、今考えてもさ、話で聞いたら、まあ、と思うんだけど、俺もその場にいたから、で、受話器、公衆電話の受話器の下りがあるから、で、大の、その、10代後半の異例のいい下がりの、はいはいはい、若い、ちょっと突っ張った、まあ、僕、いい子じゃなかったから、そのブレーンなわけですよ。そいつがさ、玄関で腰抜かしてるんです。玄関で腰抜かして、息も絶えないに、出たって結構言ってるあの姿を見たら、いまだに、ああ、でもあれ本当に見たんだろうなって思うんですわ。ああ、これが、この季節に僕がお話しする、あなたの知らない世界なんですけども、ここで終わりじゃないです、実は。うん、はい。ここで終わりじゃないんです。続編があるんですね。その、続編があるんです。その夜ね、尋常ではなかったから、そんな4人もうね、もう一泊するつもりだったんですよ。はや、うん、だけどもう一泊するつもりだったんだけど、もう怖くて次の日帰ろうってなったの。次の朝、うん、朝一帰ろうって。もう俺たちもまだ10代後半でこのままだいぶ待ってね、はい、もうね、大人でも多分あれ体験は多分笑い飛ばせないぐらいおっかなかったと思うんだけど、じゃあ帰ろうっていう、帰る時にその、まあ、風景はいいところだから、その坂道だから、じゃあみんなで感謝をこう、その引っ張りながらね、下まで降りてって県道で降りてエンジンかけていこうかっていう感じで、そこの坂道が畑道なんですよね。畑道でそれを降りてって降りてって、もうそろそろ降りてってさ、エンジンかけてみんな乗って帰ろうかっていう瞬間ですよ。その瞬間、これは、その時僕8人いたんです。僕含めて8人いた。みんなが耳を揃えて聞いてるんです。芋食っていかんかーっておばちゃんの声が聞こえたんですよ。誰もいないですよ。でもね、YouTube 聞いてる皆さん、作り話と思わないでくださいね。僕のその同級生皆さん、みんな聞いたんです。俺も聞いたんです。お兄ちゃんたち、芋食ってかんかってはっきり聞こえたんですよ。もうその瞬間、その前の前日のその出来事もあって、みんなで悲鳴上げてバーンって出発して帰ったという、僕が18の時の、暴走の、出来事だった。それ以来、それ以来次の年も天津小湊遊びに行ったんだけど、二度とその別荘は借りなかったんです。その次の年からはその県道沿いには近づかず、そのもっと海岸に近い民宿を取って、毎年行くようにして、で、3年目かな、もう天津小湊はなんとなくみんなで予想ってなって、伊豆の、弓ヶ浜にしようって決めて、そっからずっとそうね、未だに、そのメンバーは、僕らのメンバーはね、僕はもう東京から九州に来ちゃってるから行ってないんだけど、未だにそのメンバーたちは、伊豆の弓ヶ浜、白浜に、ところを変えてって、毎年今の時期みんな行って、
ってるんですけどね、実は最初は、10代の後半、千葉の暴走のその実は大量なだったんだけど、だからそのメンバーから言わせてみれば、いまだにみんなあの大の裏の出来事はね、忘れられないんですよね。まあこれが、そうですね、今日のテーマのあなたの知らない世界で、この体験談をね、そうね、うつさんあたりに自転車中心としてどう捉えるのかっていうね、ちょっと聞いてみたいと思います。あの、どうですか、ヨッチーさん、強烈でしょこれ。いやー、俺マジ失神してますね、そんなの。これめちゃ怖かった。ほんとね、俺はそのマラソンマンが捕まえに来る、その顔まで見えたって言ってたからね。ああ。で、細長い顔して、目をまん丸にして、目見開いた顔 で、手を伸ばしてきたってね、4人が4人とも見てるんですよ。で、バック見て、もう振り向かずに、もうフルスロットの全開でその坂道を駆け上がったんだけど、バックミラーにずっとね、映り続けてるんですって。だもんだから、反射をスタンドもかけずに、もうぶっちゃらして、もう玄関に流れ込んできたっつうもんね。流れ込んできた時は、男二人腰抜かして立つもん。腰抜かして立ち上がれない状態だったもんね。それは俺も目にしてるけど。多分受話器で、まず受話器がそのかかってなくて下に垂れてたわけじゃないですか。で、そこでまず何かが言、何言ってかわかんないけど、何かが聞こえてきたわけですよね。で、ガチャンって切ったら、そのマラソンマンが、だけど、女性の声だったんですよ。僕が何言ってかわかんないのは。分かんなかったけど、だけど追っかけてきたのは男性なんです。マラソンマンなんです。ああ、で、帰り道、最後帰るときに聞いた声は、おばちゃんの声なんですよ。芋食っていかんかねって。芋食っていかんかねって。あっけらかーんとしたおばちゃんの声なんですよ。これは全員聞いてるんです。でもそれのときに、見てもそのおばあちゃんらしい人いなかったんですよね。いない、誰もいない。誰もいない、人がいないんですもんね、そもそもね。そう、人がいないんです、そもそも。僕らいない。なんか、ある意味、めちゃくちゃ、女性もせないから、なんか話しづらいんだけど、でも、実体験ありのままにお話しすると、こういうお話なんですよね。単発じゃないってことですよね。一人じゃないってことですよね、いたとしたら。そう、で、全員聞いてるんです。その最後の。おばちゃんの声もね、なんかで、マラソンマンは4人が4人とも全く同じように見てるんです。同じもん。マラソンマンは1人だったんですか？え？マラソンマンは1人だったんですか？1人。で、僕がはっきり見たのは受話器の女性の声でなんちゃらなんか言ってるのと、それとその時パッとエンジンかけた時に、糸つけた時に、そのアスファルトの一面がね、ガラスの破片みたいに散らばって、キラキラキラーって光ったの。僕が見たのは。やば。怖い。これは、だからさ、そんなのねって言われちゃったら、ああ、はいはい、そうなんでしょうねってしか言いようがないんだけど、でもね、本当に実体験の話なんだよね。そういうのをボケられたみたいなもの。だって、ね、鈴木さんのそのこういう人だから多分察するに、グリップ上ね、そんな自信がないわけじゃないだろうから、なんかあったら戦えるだろうっていう、結構イケイケの連中だったんですよ。ね、FX だったりとか、EBX だとか、全然の中の先生だと思うので。ちなみに俺が FX、買い物に行ったのは、PKJ って XJ とか。そうそう。もう、聞く限りも絶対そういう方だしなって、CBM はってやつね。そうなんないですよ。ぶっ込みのタケじゃないですか。その時代だと思うから、その時代ですよ。そういう方たちですらやっぱやべえ
もう玄関でね、腰抜かしてね、しばらく立ち上がれなかったんだよね、あいつらもね。だって、そうビビってんじゃねえって言ってる立場なんですけど、絶対怖かったと思うので、それすら凌駕したんだろうなっていう。だから、精神的に、まあ、さっきもその、まあ、何かついてるって状態も、ちょっと一瞬でも思ってしまったら最後つけられたのかなっていうのは思います。その女の子の方が、あってなってしまったのに、いわゆるそこに感化されて、さらに感化されたみたいな。感動されて、さらに感化されてっていう、その男の方までは、男性の方まで、そう感動されて、感動されてって、そういうのってなって、連覇すると思うんですよ。だって一人が。ジュラギーはね、俺の勘違いなのか、気のせいなのかって感じがあるんだけど。いや、でも、ジュラギーからじゃないですか。ジュラギーが怖がってた。なんか結構あった、俺は。あの、そうですね、ガラスの破片をキラキラキラーと光ってるのを目にした瞬間、ゾワーッとしたんだよね。うん、それは今でも強くない。そうですよね。普段そんな怖いなんて言えないような気がする。ならない。嘘。なぜやね。そう、突っ張ってる時期のやっちゃな頃だからさ、むしろその、あの戦闘だって言っちゃってる時だから、ひやひやおっかねえなって言える口が先にもいないですよ、ね、ポジションではなかったんです。で、うん、俺ピャーンと言っちゃったんです、おっかねえと思ったから。鈴木さんがなんか怖いことでもあったのかなっていうのが引っかかってて、そこから見えてしまったのかもしれないですね。鈴木さんせいってわけじゃないですけど、まあ、きっかけがこうリンクしてって、こう重なって重なってみたいな。だから一連招集に帰依してから、その心霊現象についてはいこう伺ったり調べたりしたり、そういう霊魂とか心霊とかいうふうに書かれそういう現象、そういう根拠はないっていう見解をこう目にしたからね。はい、まあ気のあの出来事は気のせいとは思えない。いや、そのせいではないと思うんですけど、やっぱり反応してしまったんでしょうねっていうところなのかな。はい、多分誰かが誰かの恐怖、要はもともとあったものなんでしょうけど、見えるようになってしまった。それ以降は多分ないと思うんですけど、その時怖かった。あ、それ以来ないんです。そうですよね。そういうそういうの多分この芋いらねえかっていうことだけをみんな聞いていれば、多分なんか聞き間違いかなんか別にそんな深く考えないで帰ったと思うんですけど、前の前日のあのあれがパンチ力がありすぎて、もうホラーでしかないって。8人が8人ともね、そのね、おばちゃんがね、芋いらねえか、あんたたち芋いらねえかいっていうね、あの声聞いた瞬間、みんな一応に1分ぐらい押し黙って、みんな顔を見合わせたんですよ。聞こえたよな、あんたも聞こえたねと、お前も聞こえたよなっていうのを目で会話したんですよ、8人がそれぞれと。アイコンタクトってやつですね。誰もいないと。そう、で、誰もいないと。8人が8人とも、うんってうなずいた瞬間、みんな毎回に乗って、もう行こうって帰ったんですよね。もう、それから東金道路のね、あの、一息つけるところまでみんな一切口聞かなかったんです。あれは忘れらんないな、千葉県房総、タイノーラです。はい。阿波天津、天津小湊。そう。やばい。確かにゆかりの深い土地なんですけどね。ごめんね、ネタとしては強烈すぎたから、ね、いや、面白い。やばい、そうっすね、すごいですね、あれ。結構強烈ですね。僕も今回のこの活業の女っていうのは、あの、一番強烈なネタだったんで、ちょっと負けちゃ、まあ。怖いっすよ、俺負けそうっすもん。ごめんなさい、収録、収録。一生懸命入門業してます。ああ。俺の声がうるさいよ。睨まれちゃいました、今。すいません。はい。いやいや、でも、そうだね。
してどうします、どうまとめますよ、ちいさん、今回このあなたの知らない世界、この体験談、そうですね、体験談は披露しましたから、まとめてください。そうですね、あ、うつ将軍さんのあの夏季講習は、僕ですよね。あ、そうか、そうだそうだ。そうですね。そうですね。じゃあ次はあのうつさんの怖い話をよろしくお願いします。タイトルは夏季講習ですね。はい。はい。そうですね。まだ大学の1回生だった時ですね。この1回生の夏です。今18歳ですね。で、大石の夏季講習会に参加してます、ね、夏季講習で、当時の夏季講習って後期は大体青年部対象だったんで、もう周りみんな青年部なんですよ、うん、ちょっと楽しくてさ、いろんなお寺の人がいたりで、まあ雨がね、降ってたんですよ、その雨が降ったのが何年か小雨がちょっとパラパラって降ったり降らなかったりみたいな、うん、あんまね、天気めとってなかったね、なんて話を、ちょうど雨が止んだんで、夜、まあ、止んでよかったね、なんて話をして、うん、まあ、ね、夜、町内会があって、まあ、あと、まあ、夜って、ね、就寝って言うんですけど、寝れないじゃないですか。夜9時とかに、8時か、寝飯とかに出なきゃいけなくて、いや、寝れないよ、なんて言いながら、ね、まあ、上サイレンの動画と思って下のロビーで、ロビーの飲み物、自販機、自販機、ちょうどそういった自販機で、ゲスト会いながら、ね、しながら話してたら、いや、ちょっと、ね、ちょっと行ってみるなんて、ちょっと肝試しに行ってみるなんて話になってて、じゃあ行こうかって言って、そういう力ですよ。そういう力でくれくれ、立ちの方やめてくれ。そう、そういつから、そう、夜の青函棟、この、あれですよね、青函棟ある、わかりますよね、地下道、三本抜けですか、あの夜の青、ちょっと怖いんですよ。夜の青函棟、ちょっと怖くて、え、結構行くのなんて言いながら、まあ、ちょっと、そこ、小山なのに、ちょっと怖いって、なんか、的な感じがして、ね、で、こう、で、ダンプつけて、3問。3問から、タッチをずっとか、タッチで電話。タッチはそんなにね、怖くないんですよ。で、まあ、どこ行こうかって話になって、じゃあ、50のとこ行こう。これどんどん行こう、そこから山内抜けて音橋渡ってね、この山頭の方に抜けるんですね、で、五重の塔って夜真っ暗なんですよ、もうライトもない、立ち上がったら電気ついてるんですけど、あっちは赤い塔もないから真っ暗の中、ただぼんやりと赤い塔があって、あって大きい塔があるんで、そこを目指してあるんですけど、まあ、なんかね、どうぞ、出して、何人かが後ろでね、僕一人なんですよ、そう、何人かで行ったんですけど、7人ぐらいか、女の子は男女、7人ぐらいに行って、何人かが、なんか、ってなったんです。でもまあ、僕たちは何もなかったんで、そのままで進んでて、まあ、本山だし、本山だし、ちょっと怖いけど、まあ、本山だしって。で、五重塔来て、まあ、五重塔に来たんだから、上の方をちょっと行ってみましょうよって。ね。五重塔の上の、五重塔から先上がっていくと、天秤になるんですよ。要はお腹ですよね、大臣。ちょっと行ってみようよ、なんて。まあ、ちょっと行ってみようってなって、ちょっと行ったんです。夜天然院、では天然院について、バーって天然院までこう坂上がっていくんですけど、行けば見ましょう、そう、全然なくて、天然院の坂をバーって上がっていって、天然院について、で、天然院で
まあ、その人に挨拶して、はい、じゃあ帰ろっか、あ、来なかったじゃんってなるんです、はい、で、まあ、小州の、ね、お墓なんで怖い感覚はなかったんですけど、まあ、ちょっとこんな時間にこんなことしてるかみたいなのがあって、まあそうですよね、ちょっと怖いよねっていう、うん、で、まあねえ、なんもなかったねえなんて言いながら帰ってたんですよ、うん、で、パーッと歩いてたら帰り道、その山門から、山門じゃないや、天然院からちょっと下るんですよね、ちょっとだけ、そう、坂になってて、うん、ここ帰ろうとしてた、同じ帰り道の道を通って帰ろうとした時に、うん、なんかいた気がした、一瞬、うん、なんかとすれ違った気がして、うん、なんかすれ違った気がして、パッと後ろ振り向いたら、なんかいた気がするんですよ、気がするだけで、うん、すれ違っただけで何かとすれ違ったっていう証拠はないんですけど、うん、なんかすれ違った、うん、だってパッて動いたけど、俺はなんかいた気がするだけで何にも見てないんですよ、見たのを見てバーッて走り出したんですよ、で、なんでなんでって言って、それぐらい走り出したと思うんだから、みんなでおかえりどうしたどうしたってしてて、誰か、同じ女の人に転んだりとかして、転んで走ってってなって、あーってなってるからどうしたって、なんか見た、女見た、気持ちの女見たって言うから、えって、いや、女の人見た、いやでも女なんだよ、大丈夫だよなんて出たんですよ。でもなんか、なんとなく、誰かとすれ違った気は俺もしたんで、うん、ああ、すれ違ったよなって言ったら、ああ、すれ違ったかもしれない、うん。俺もすれ違った感じがして、後ろ振り向いたら何もいるかってよ。はい。いや、後ろ見た時に見た。まあ、女を見た。まあ、当然何もないですよ、後ろには。うん、ないんですけど、まあ、本山だから、そういう人もいる、そういうお化けも、ね、来てるんじゃない？なんて、うん、でも何だったんだろうな、一体何だったんだろうって思いながら、うん、そう、何だったんだろうなって思いながら戻って、まあ、本山だから、うん、そういう人も来てるんじゃないなんて言って、うん、成仏されたくて、されたくて、実はさ、それさ、はい、そのすれ違った時に、はい、そのなんか嫌な風に感じたんすか？いや、嫌な風っていうか、なんかすれ違、誰かいたのかなみたいな。あ、誰かいたのかな。そう、誰かではない、うん、何かがいた。そう。でも誰かとすれ違った気はしたんですよ。あ。そう、だから、その悪い例とかいい例とかちょっとわかんないんですけど、なんかいたのかなって、ただ、うん、ただ救われたくて来たのかななんて。ああ、はいはい。だからその、ああ、怖い話を言うとちょっと怖くないけど、まあ、うん、あなたの知らないですうん、いやいやいや、あの、お山行った時、あの、お山の中っていうのは正常でね、そう、綺麗で、そう、正常な感じがして、むしろ感じがして、そう、もう僕なんかもう汚れ切った男だからねこの、俺のこの汚れ具合が余計にこう目立つ、目立って嫌だみたいな気がするぐらいなんだけど本当にもう他の人から見たら、そのこの汚れ具合が際立っちゃって俺ってすぐわかるだろうぐらいな感じに思えてならないぐらい堆積地の症状の空気なんだけど、だからこういう悪いものは来ないにせよ、救われたい思いというのは、まあ、あるんじゃないかなっていう話を聞いて、まあ、そういう人がこう、まあ、ちょっとね怖かったなってちょっと怖っと思っちゃったから、まあ、見えてしまったのか、後ろに行きましたとか、あ、なるほどね。で、そのさ、こんな時に、ね、さ、遊んでていいわーって見ながらね、なんてなのかな。いや、あの、すごい、あの、まあ、まあ聞く人に言っちゃう不見識かもしれないけど、方法のままに
を終えて、けど集合に縁があったっていう心残りのある人は、ああやっぱり小山に 帰んなきゃ救われないんだ私はって思っている人が、こう小山に思いを馳せた思いがそういうふうに出たのかなというふうに思いたいかな。そう思いたくて、下根拠は、それは2波なんで、その後下根拠なんですけど、なんか見えた、なんかすり替えた、それ振りは何かの縁なのかなって思ってね、ちょっとこう、ああ、なんか良かった、いいとこに家がいいなって思いながら、ちょっと思ってね、根拠したいなんていう、らしいです。ああ、すごい、そう思いましょう。そう思いたいですね。まあ、ごめんなんでね、夏期講習行きたくねえと思いました。夏期講習、その後、その後、家帰って、電車で帰ったんですけど、見事にね、過ごしましてね、もうリビウ終点でね、東京駅でカートントンされましたので、あれはちょっとよくやった、よくやったよね。はい、あ、めちゃいけないって見事にね、過ごしましたね。いや、道も行きましたね。逆に今度検証してみたいですよね。検証ですか。いや、僕たちほら日蓮召集信徒なわけじゃないですか。はい。権行、正代1時間やった後に心霊スポット見て出るのかどうか、見えるのかどうか。多分不謹慎なこと言ってます。そう見えないと思うんですよね。その極限まで追い込まれないと、ただ我々が撮った時は、なあこんなにちょっと遊んじゃってやべえなっていうやばいなっていう、それです。そこはちょっとね、分かったのがないんだなって言うんでしょ。どうかな、まあ、結構ね、いるんですよ、遊んでる。その、なんつうの、境外によって見えるものが違うっていうような言い方は、その、まあ、ご僧侶を通してでもよく聞くところなんですけど、まあ、例えばその、どこから先ちょっと、たまたま目にした、勉強してて目にしたところなんだけど、受胎の訪問ってあるじゃないですか。はい。ね、子供が母の胎や命を宿すということについて、はい。大宝石教官第7章に和佐賀県実会議第16、ここはよ、俺字読めなくてね、これなんだろう、国薬宝石部4-1-4-6に説かれてありますが、これはね、これね、平さんのホームページにあることなんだけど、自体の方もね、セキュラー違うかな、中途半端で分かんないこと言ったら、お叱りのご指摘が来るから読まない、分かんない、時間分かんない、いや、これ、まあ、ある日、書店全人がシャクソンの身元に一堂に集まってシャクソンを供養し、参談しておりました。それに対して、シャクソンは書店たちにご説法されました。その時、ブザーよーけど、これは遮るっていう字に羅漢の羅に墓の蚊に逆さまの墓の蚊で、蚊にバラ縁かわいいけど、これ読み方がわからん、という下道の中でも宗教生活の最終段階に入って8000人が取り掛かり、釈尊のご説法がその耳にありました。ゲドたちはその釈尊のご説法が自分たちの全く知らないうち内容であったので、大きな疑問と不快の念を抱きました。また、書店全人が釈尊を供養することに嫉妬の念を抱きました。そこでゲドたちは釈尊の一族に、これもよくわかんねえな、赤い人って、我々は未だかつて聞いたこともない方を聞いたが、それを聞き終わって非常に不快に思った。したがって我々は君を敬うこともできないし信ずることもできない。どうか
我々の疑心を解いてくれないかと言ってシャクソンに質問しようと試みました。ところが逆にシャクソンが彼らに質問されたのであります。君たちは人間の生命がどのようにして母親の体内に宿るか知っていますか。このシャクソンのご質問に対し、不行江戸の一人は種々の書物によれば3つの因縁が和合して母親の体内に、生命が宿ると説いていると聞いている。一つに父と母が愛近づき、二つの煩悩欲望の心が起こり、三つにその欲望を満足させる。このゆえに母親の体内に命が宿るのである。その煩悩欲望は母親の方から起こるのか、そうとは言い切れない。では父親の方からか、そうとも言い切れない。父親の煩悩欲望が母親の体内に入るのか、いや、天界の方が来て母親の体内に入るのか知らない。地獄界の方、畜生界の方、ガキ界の方、アシュラ界の方が付きで、母親の体内に入るのかいずれも知らない。非食非物質のものがかつて母親の体内に入るのか知らない。色物質のものが来て母親の体内に入るのかも知らない。ガン、ジー、ビー、ゼツ、シン、イの六根で受け入れること、そう受け入れたものからそう取ること、行、そうによって起こる心の作用、色、中、そう、行の作用を起こす根本意識がどこからやってきて母親の体内に入るのか知らない。このようにシャクソンのご質問に対し、ケドウたちは何ら答えることができなかったのであります。そこでシャクソンはケドウたちのために、この事態の訪問は甚だ深い、着滅悟りの境地であって、君たちケドウの知るところではない。全てのケドウが間違った方向を求めて修行を進めている。それは教えの根本が間違っているからである。と仰せになられ、さらに全知識、正しい教えを説いてくれる人に会えば甚だ深い訪問を毛作してくれる。そしてそれを理解する目を開いてくれるんである。例えば目の悪い人がいて名医に巡り合うことができ、目を治療してもらって目が治り、今までに見ることができなかったものを見ることができるようになるようなものである。君たち外道の指定の関係は目の見えない人が目の見えない人を導いているようなもので、目的地に到達しないのみならず大変危険である。どうしてない人が自ら同志と言い、そして悟りでないものを悟りと言い、正しい道を知らないのに知っていると言い、正しい道を見ていないにもかかわらず見たと言い、結局は本当は他人をしていることが何一つできないのに自分は師匠であるという、このような人の教えを邪教というのである、と仰せになりました。シャクソンはこのように厳しく外道を破釈されました。で、今日 あのテーマに沿うのかどうかわからないんだけど、この辺のくだり読んでちょっと感じるものがあってちょっと読んでみました。どうでしょうかね、見えるもの見えないものっていうところで、この主体の部分で、僕らの今日のテーマであなたの知らない世界ですごい怖い話をしたんだけど、そこをどう解釈しどう思うのかっていうところの中に、この時は僕の体験談なんかはまだ日蓮召集帰依する前に、本当にそうだね、この本当に日蓮召集の法的見地から見れば外道の中にいた僕の体験なんだけど、そんなことを感じたもんだから、あ、これちょっと読みたいなと思って今ちょっと読んだんですけどね、あんまり的が外れてたかな、正面が合ってるかどうかちょっとわかんないんだけど、例えばその心霊スポット行くときに、普段イケイケの人であっても、その心霊スポット行くっていう時点でもうその時みんな心は地獄界っていうんですかね、恐怖の境界にいるわけじゃないですか、もうそれは全員一緒に。そう、俺これ思ったんだけどね、この主体の方法って要するに命が誕生するその因原因、母親がこうで父親の種がいいみたいな感じのことをね、釈迦様とこの外道たちの問答の中で解いてって、で
父とは何か母とは何かその命は何かって、でその下りの後地獄界から人間界に生まれた人についての特徴傾向性、畜生界から人間界その傾向性、アシュラ界、アシュラ界、シュラ界から人間界、また人間界から人間界、また天界から人間界に下った方なとかいうね、この傾向性の説明をこう話してあるんだけど、でも僕らが見たっていうものが間違いなく見たもので間違いないものであれば、ならばその見たものっていうのはおそらくはさ、例えば正しい仏法に帰依して法華経を信仰している者たちであったらならば、そんな風には出てこない師匠命なんじゃないっていう風に思ったから、ちょっとこのこれがね気になっちゃったのよ。つまりはあれでしょう、六道に落ちていってしまう、六道の中でも三悪道、地獄界か機械修羅界の境界に落ちて、そう畜生界でその身体その不思議が揃った状態で亡くなって散らばって自分の命が崩壊に溶け込むっていう時の状態の意味を僕らが見たんだと思うのね。例えば僕が見たのも、うちさんが見たのもさ、とするとだよ、ここに当てはま、当てはまるのかなっていう気はするんだよね。結局下道なんで、下道なわけだよね。そういう命は成仏してないから、まだだから、なんだろう、見たものは見たけれど、そうですね、なんか下道か、ね、で下道の命に自分もまだまだ下道だから感動してしまったっていう、まあ、僕のあの体験談から照らすとね、うちさんの体験談はまた親の中でのことだからまた違うのかなと思った。ただやっぱり何かね感動してしまった部分は、なんかその状況はあれだけど、やっぱ、まあ、怖い、この子供ってね、じゃあ私ぐらいにまだ大丈夫だよなんて言ってるけれど、ちょっとなんか嫌だなとか思ってしまう、一瞬でもちょっと思うと、でもやっぱかっこ悪いとこ見せられないそうでって言っちゃうから、そういうところでね、余計何かね、見えないものが見えてしまうとはあるんですよ。その見えないものを、でも、これをね、見えないものは見えないでいいんですけど、見えないのに見えるって言ったらまたちょっと違うし。ですよね。二点商人は、その、公共が高いんですけど、一切市場を共同する立場であるから、そういうお化けが見えて、助けなきゃいけない。市場を救わなきゃいけないという立場で表せられるので、見えることがあるというのは、あるって言われてましたけど、まあ、これを例えばそういう立場でないものが、ね、いや、しっかりいけないんだって言ったら、それは違いますよね。そう、いけないことだよね。そうですよね。なので、やっぱそういうやつ、逆に言うけど、違う信仰してて、救わなきゃいけない立場じゃないものが、いや、救わなきゃいけない立場が見えるんだって言ったら、それは。この仏法の本義を伝授されてるお方の立場で言ったことと、僕らあたりのこの体験のとことん、ね、僕らの体験談を同列に述べることはきっと違うよね。先生ですし、その、ね、多種の人が、多種の人が、多種というか、そういうふうな方じゃない方が、その、では、外道の進化をしている人が、そういうことを、言ったら、まあ、それはそう、このね、ご問に照らし合わせて、いや、本当に見えてんのかと。そういう立場じゃないのに、なんで見えてんだ。見えたとしたら、その、まだまだ修行が足りないってことなんだろうね。下道で、そうです、下道で、下道である僕らが感動を起こしたっていう現象なのかなっていうのが、まあ、僕もそうかと思いますから、救われ、やっぱ感動動向っていうのは怖いことで、何に感動するかわからない。ああ、はい。自分が意識するのとに関わらずね。そうです、そうです。例えば検証会のね、そう、検証会のさ、病廃言行っていうのがあるけれど、あれだって何に向かって拝んでるか本当は分かってないんですよ。分かってないわけですよ。だから感動投稿しちゃう
富士山の方向なんて山ほどあるわけだから、そういう少女のものじゃないものがあって、彼らは絶対責任のないものがどんなところにあるかも分かってないし、なんなら見たこともないから、妖怪本業って言って拝んでるものは実は違うものかもしれない。なんか、ね、ツイッターではね、そのなんか宣言大社の方向かって拝んでるとかよくこういやいやしてますけど、あれ本当にその通りで、何に向かって拝んでるか分かってないから、そので方向に、富士山のその方向にこうね、違う宗教のものがあるかもしれないんですよ。だ僕らは言ってみれば方向じゃないんだよね。そうです、方向じゃないんですよ。ご家庭の方に本尊を拝むときでも必ず大石寺の公安に年会談の大本尊をイメージして、その方にも見つめて御行をしなさい、うん、で、ね、でも自分が許さないときは東の大石寺の方向に向かって会談の大本尊をお耳足のときのあのイメージを頭の中に浮かべて中の大本尊を紹介したいっていうね、そういう宗教だもんね。そうです、そうです。なので、大聖寺に行かないと、お山に行って初めて、今回引き受けて、その、妖怪寺のね、本尊、そう、イメージできて、本尊できるわけであって、ね、そうじゃないから、そう、観音堂行っていろいろ、そこに、要は拝んでるもの、で、イメージしたものが、大本尊じゃなかった場合、それはもう、富士山の方を見て拝んでる。だけであったら、それ富士山の方で何っていう、何がね、そこにあるかわからない、何に感動を起こし、何に捉えてるかが分かってないのに、要はそれが怖いこと、で知らず知らずに方向に手を合わせるかもしれないってことを、そうだね、分かんないといけない。だから、感動動向ってのはすごい怖いことで、いいように働くことももちろんあります、感動動向は。で、悪い風に働いてしまった場合、それはもう、取り返しの手を立つことで、見ちゃいけないものが見えちゃったりすることも怖いっていうことかな。はい、そうですね、はい、うん、なるほどね。見ちゃいけないものとか、そういうところでね。どうですか、ヨッチーさん、いいまとめ方になったんじゃないですか。そうですね、そうですね、そうです。で、まあ、ただ単に僕らも怖い話だけして、はい、その注目を集めるっていうだけの、うん、あれには近くなかったからね、はい、うん、結局その仏法チャンネルだから、仏教チャンネルだから、うん、仏教のではこういう風に、はい、うん、じゃあなかろうか。そうですね、何かご意見ご意見があればどうぞどうぞみたいなですね。これを踏まえた上でですね、またすぐではないんですが、このあなたの知らない世界、これをまたシリーズ化してやっていきたいと思いますので、はい、まあすぐではない、ネタがないのですぐにはやらないんですけれども、まあこういう感じでですね、やっぱその人の、まあ、信心の強さだったり、全くまあ信心してなかった場合とか、いろいろちょっとその状況ね、見えないものが見えたりとかするっていうことを、そうね、一般の人がさ、はい、この一連召集の信仰って言っても多分分かりづらいから、こういう話を通して言ったら分かりやすいかなっていう、そういう意味とは、そうで、ね、絶対消したくないね、やっぱり。そうですね、なんかこう霊現象があるって言って信仰される、信仰し始めたら何もなくなったわっていうのはよくあるんですよ、よくある、うん、こういうふうな体験を持ってる方すごいたくさんいて、そう、ね、悩んでる方がいたらもう来てほしい、なくなるから。で、あのね、霊感が強すぎて見えちゃうんだよっていう人が、実は日蓮召集を信仰し始めたらなんか何も見えなくなっちゃったっていうのはね、実際聞くもんね。そうなんですよ、うん、何も見えなくなって、実はそれが見えなくなっちゃったことが損じゃなくて、実はすごい、その一方的な見地から見たらすごいいいことを、あと御利益があった、うん、本当に本当の仏様に触れ始めたから、そういう下道のものに感応同行することがなくなった、ね、うん、正しい仏様に感応することによって、そういう下道のものに感じるようなことがなくなってきたっていう、うん、そうですね、やっぱ六根症状の一部だよね、これ ね、 そうですね、命が症状になっていくっていう、綺麗になっていけば、ね、なるほど、そういうものは見えなくなっていく、見えなくなっていくっていうね、
で、うん、やっぱりその、そういう時の状況って精神的にもやっぱりちょっと病んで、まあ、いわゆるその病んでたりとか、心はちょっと病んだなって思ってたり、精神的にも不安な状況だったのが、それもなくなって、それもなくなってしないとに関わらずね、俺はまともで健康で全然バリバリ世の中に出てやってるよって言っても、実はそれ自分では自覚できない病み方をしてたりすることも往々にしてあるわけね。そう、ある日突然それでね命絶ったりする方もいるわけですから、そうならないように日頃からそういうものをそういうふうにならないために、まあ、なることもあるでしょ。信じしたってなることはあるけれど、それでもなりにくくなるし、乗り越える力が与えられるからいい。だから力のある信仰し、力のある宗教っていうのは、うん、そういうことだと思うんだよな。まあ日蓮宗しかないと僕は思ってるんですけど、はい、だからこうもしねそういう方で悩んでて、なんか祈祷とかやってもらったことあるけれど何もなかったわっていう方は、一度ね宗宗のお寺にいらして話を聞いてみてほしいですね。そうですね、むしろ悪くなるよね、そんな祈祷とかね、そもそもの霊媒師とかね、こう見てもらってさ、クールリティを持ってして、こう、なんか見られちゃってね、あ、そうなのかしらってたら、結局そういうものに感化されて感動して、そういうものにのめり込んでっちゃうんだよね。そうね。そういうのがたくさんあると思う。見れるなんてことはね、ないと思う。いるんですよ、見えるって方はたくさんいて、そのツールリティ見える人もいると思います、一部はいる。その絶対にいないっていうことは言わないです。ね、100年で、あの、占い師を羨ましいって話です。ちなみにさ、お釈迦様の十大聖師の中で、木蓮尊者っていうのがいたじゃないですか。春日第一ってね、はい、自分のお母さんが亡くなった後のその姿をこう見たときに、はい、お釈迦様に泣きついてっていう、それがまあきっかけでお釈迦様の弟子、お弟子になったっていう。はい、そんでいいんだよね、そんで。そうです、はい、そうだね、自分の奥様、自分のお母さんがその場所に落ちていて、剣道の罪で、剣道っていうのは、あれですね、ご飯を、まあ、要は、なんていうんですか、強欲な人が落ちるような、ね、方で。じゃあ、あれさ、木蓮尊者はさ、もともとお釈迦様のお弟子になる前にも、そういう通力は持ってたわけだよね。そうですね、そういうその外道の修行をしてて、通力を持ってたと。で、お釈迦様に結局その、あの、ガキ界に落ちているのを救い出せることはできるけども、でも、お前さんの今のその修行じゃ、成仏させることはできないよって悟されるんだよね、確か。違ってたっけ？まあまあ、そうですね。という。そういうことだよね。それで、お釈迦様のお弟子になって、通力第一と十大弟子の中で数えられるお弟子様になったっていうところだよね、確かね。はい、うん。なので、通力をね、使える人は、そうですね、通力を使える人はいるかもしれない。もちろん、それは、日蓮宗宗じゃなくても、いると思います。ゼロではないと思う。でも、そういう人は、通力が使えなくなるんですよ、日蓮宗宗。そういう人もいます。そういうふうにやってた人とかは、日蓮宗宗の正しい信仰すると、そういうものがなくなるんですよ。使えなくなってます。そういう方もいます、たくさんいます。それは、なんだろう、通力が使えっていうのが慢心なんですよ。自分はそういうものを持っているんだっていう慢心がある。だからそういうものはなくなっていくんですよ。今の時代にはそういうのを使えなくても十分。そう、だから、まあ、修行をね、修行、そのお坊さんとかになったらまた、ね、そういうのが使えるようになる方もいると思います。日蓮上人なんかはね。そういう話が残ってますから。鍋、そう、一つ掴みのね、あの、米で鍋一杯のおかゆができて、感じが残ってるぐらい、日蓮宗人がそういう方がやったっていう、話としてはいっぱい残っておる。日蓮宗人は大変生まれたこともあります。そう、あるんですよ。通力あるんですけど、それに頼っ、それがメインになっちゃいけない。それが信仰の、それを、それではないから。なるほど。それが信仰なんじゃないか。そういうものじゃないか、信仰。使えなくたっていい。そういうものは。むしろ幸せの因になるどころか、幸せの、
害する因になってしまうっていうところなのかな。あ、なるほど。いやー、よかった。やっぱりやってよかったね、あなたの知らない世界。そうですよ。ね。うん。よかったね。うん。はい、なんだ、セロじゃ参加すればよかったの。そうですよ。あ、ごめん、もしかしたらこれカットでいいよ。いや、まあ、これぐらいは大丈夫と思いますけど。まあ、楽しそう、これ聞いて楽しそうだったらまた来てくれるじゃないですか。まあ、そうですね。そうだね。はい、うん、そんな感じで、まあ、またこんなとこじゃないですか。そうですね。またちょっと面白い企画を考えてまたやりたいと思いますので。今日は盛りだくさんだったね。そうですね。あとは俺参加してなかったけどさ、はい、参加したかったな、山崎雅人も。このネタ検証会。あ、そうです、また、うん、そうか、最近もね、やってほしいっていうのを僕のところになってきたんで、来てるね、ツイッターでね、やった方がいいかもしれないね。1回ぐらいね、がっつりやってみましょう、うん、その時にまたコメントお願いします。そうですね。じゃあ今日は何、前半キッコーマンさんは参加してたの？参加はしてないですね。ああ、しなかったんだ。まあ、残念だな。そうっすね。うん。まあ、そんな感じで、本日はこれで、はい、動画を終わりにしたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも、失礼します。